さあ世間では今年も残すところあとわずかですなんて言いますけど、クリスマスをちょっとのんびりしすぎて若干心配になってきたわけなんであります。燃えるゴミは最後27日なんて言ってますからね、まあ、皆さんのところは分かりませんけど、うちはそのゴミ出しを忘れてしまうとマミーが親にらみの一番強いやつみたいになってしまうんで、気をつけなければならないわけなんであります。というわけで今回の動画なんですけど、今年1年間に経験した熱帯魚飼育などに関係する学びをですね、その他の感想などとともに共有したいと思います。まずはプレコがすごかった件。シクリッド水槽のメンテナンスっていうことで、石についた苔というか何ですかね、それをきれいにしたい。というわけでプレコなんですけど、これを入れて掃除してもらいたいと、そんなことを考えてですね、別の水槽から行ったと。この我が家のプレコはですね、ずいぶん前、1年以上前にですね、小僧と池ガサガサに行ってきた時に捕まえてきたものなんですけど、その時はみんな1センチぐらいだったわけなんであります。それがディスカスの餌を横取りしてこんなに大きくなったわけなんですけど、今こそ役に立つ時が来たみたいな感じですかね。捕まえた当初はですね、こんなものがいるんだっていう感動の方が強くてですね、そういえばプレコって南米原産だよねっていう、そういったことは考えもしなかったんで、喜んで家に持って帰っちゃったわけなんですけど、まずかったですね。ただ後にですね、いろんなところにガサガサに行ったりして分かったんですけど、ほぼプレコがいない川や池っていうのがないわけなんであります。まあプレコといってもいるのはマダラロリカリアだけなんですけどね。というわけでインドネシアに当たり前のようにいるプレコ、そんな話だったんですけど、苔取り能力についてはかなりなものがありました。30代のものを3匹入れたんですけど、さあどうなったか。まあそんなわけで簡単に結果の予想がつくわけなんですけど、48時間ぐらいで石が新品みたいになってましたね。まあ48時間というか、気がついたらすでに綺麗になってたんですけど、石だけではなく水槽の中全てが綺麗になっていたわけなんで、まあ怪我しなかったんですけど危なかったですね。と4泊5日で離島に行ってきたわけなんであります。というわけでこれはガサガサ網なんですけど、お友達にもガサガサしてもらうってことで3本持ってきてますからね。というわけでまずはロンボク島に着いたわけなんですけど、さあというわけでロンボク島からボートで約10分ぐらい、あっという間ですね。そんな立地にあるこのギリトラワンガンなんですけど、さあというわけで次の朝なんですけど、干潮ということで早速様子を見に行くわけなんであります。まあそんなわけで小僧がフグですかね、なんとかフグ、ちょっとカワハギみたいなフグを捕まえたわけなんであります。さあキャプテンアメリカが参戦してますけど、日米揃ってこの生物が何だかわからない、なんか本気モードのアメリカンがいますけど、男っていうのはどこの国の人間でもこういうの好きなんですかね。If somebody came here by bear, yeah, it would be very, very painful. Okay. まあそんなわけでこういうところには裸足で入らない方がいいですね。It's a kind of sea water, I suppose. Yeah. How nice. It should be in the aquarium. It's nice. Yeah. I never.というわけでさすがもののけ小僧、先ほどの小さなタコはかなり強烈な毒を持っているヒョウモンタコの可能性があるので触るなと言っていたわけなんであります。チームアメリカ小僧が何かアンニュージュアルなものを見つけたようなんであります。 What's that? というわけで大したことないですけど、 B さんではやらない方がいいですね。ちなみにこの動画は面白かったと思うんですけど、再生数がいまいち、パート1からパート3まで3本立てになってますんで、どうぞご覧くださいね。水草よりもバナナ泥棒の方が面白かったですね。今回の動画では1年半前に立ち上げた水槽、当初はエビ水槽だったわけなんですけど、その水槽のソイルを全部取り替える、それに伴ってレイアウトも新しくなるっていう、そういう動画なんですけど、もののけ兄さんの家の庭にですねバナナ泥棒が出たんですけどっていう、そんな話をしたわけなんですけど、その正体を撮影しようと思ったわけなんであります。わざわざそのために夜も撮影できるカメラを買ってですね、夜寝る前にバナナをお外に出して、朝出勤前にそのバナナを片付ける。このアジアンシベットにおいては人間がその特徴を利用してですね、特殊なコーヒーの生産に利用してるわけなんですけど、まあ簡単に言うとそれを拾って洗って焙煎するわけなんですけど、そうして出来上がったものが高級コーヒーとして流通されるわけなんであります。私も飲んだことがありますけど、よく違いが分かりませんでした。この植物は何なんでしょうかっていうのがお題なんですけど、
水草とか石とかいろんなものが入ってますけど、これをいっぺんに取り出そうとすると水槽の中が濁って何も見えなくなるというか、中にいる生態にとっては大変なことになりますからね。まあエラー呼吸したことないんで本当のところはよくわからないんですけど、とにかく何日かに分けて少しずつ水槽内の水草や石を取り出していくという作戦なんであります。新しく調達した水草をきれいにするわけなんですけど、これを使うことによって巻貝の卵といった不純物が除去できるということなんですけど、水草を5分つけておけばいいというインストラクションなんですけど、勘違いして水草を一晩つけたままにして取り出さなかったわけなんであります。まあ余計なことやらなきゃよかったって感じですけど。というわけで、ああいったものに水草を1日入れてしまうと柔らかいものが使えなくなってしまうんですね。説明書はやはり目を通した方がいいですね。ヒュードムギル飼ってましたね。どうしても小さい水槽に入れたくなってしまうんですけど、魚をたくさん入れる場合ですけど60センチ水槽の方が良かったですね。やはり仲良くはできないみたいですね。まあそんなわけで少し水槽内にアレンジをしてですね、より一層テラリウムみたいにしようと思ったわけなんですけど、やっぱり赤系のプラントは必要だってことで買っちゃいましたね。その他は以前の動画でも紹介しましたけど、ドブで採集したものなんであります。このおはぎが入ってそうなパックを開けるとカニが出てきました。まあ違うものが出てきたらちょっと怖いわけなんですけど、今回は全て模様の違うものを注文したんですけど、どうやら学名もそれぞれ付けられているようなんであります。ヴァンパイアクラブを1匹ずつこのテラリウムへと導入するわけなんであります。オレンジ色の憎いやつ、導入している生態が全て違う種類ということで、まあそんな感じの、まあ何種類か入っていた方が絵的にも楽しいわけなんですけど、このテラリウムカニの隠れ家はたくさん作ったんですけど、水槽のサイズ的に十分でないってことで特に違う種類同士で争ってしまうんですね。まあそんなこともあって、よっぽどワイドなテラリウムでない限りは一つのテラリウムには同じ種類のヴァンパイアクラブをあまり数が多くならないように入れた方がいいと思ってるんですけど、隠れてしまうと姿をほとんど見ないなんてことがありそうですね。特に昼間はほとんど姿を現しませんからね。最終場所が分かっているヴァンパイアクラブを追加でテラリウムに導入するわけなんであります。販売業者に確認したところ、我が家から車で1時間半ぐらいのところで採集した個体だって言うんですけど、まあ本当であるかは確信がないんですけど、その可能性はあるわけなんであります。今分かっているのは、ヴァンパイアクラブといっても原産地はスラウェシ島だけではないということ、種類によって至るところに生息するという、2015年に新種のヴァンパイアクラブとして新たに学名が付けられた種類があるわけなんですけど、その生息地が先ほどの業者に教えてもらった場所に近いわけなんであります。一方で、この後このヴァンパイアクラブを捕まえに行くってことになるんですけど、ヴァンパイアクラブが好きな皆さんからすれば夢みたいな話ですよね。捕まえに行った時の動画ももちろんあるんですけど、自分で見ても楽しいわけなんであります。どう考えてもヴァンパイアクラブを捕まえに行ってきましたっていう、そんな感じのタイトルになるはずなんですけど。というわけでヴァンパイアクラブを捕まえに行ってきたんですよ。さっき面白いって言いましたけど、田んぼのシーンから始まるわけなんですね。そこから山の方に行くわけなんですけど、すでに冒険者みたいでみんなそれぞれ活躍するんですよね。まあ小僧の場合は歩いてるだけで活躍してるっぽいんですけど、割と山奥ですからね、それだけでも絵的に面白いかもしれませんね。というわけで大勢で山の中をどんどん行くわけなんですけど、現地の青年たちが案内してくれてるんですけど、それを信じるしかないですからね。まさにチャンネル始まって以来の大冒険だったわけなんであります。まあこんな感じで探すわけなんですけど、割とサワガニを探してるような感じですね。クモがいた。なんだよ。先方から指定されたその現場がですね、まさに研究者の文献にあったそのエリアだったわけなんであります。Nice catch.
手伝ってくれた青年たちにどっかで食事をしてもらおうと思ってたんですけど、まさかの彼らのうちで食事をご馳走になるというそんな状況となったわけなんですけど、これこんなツアーがあったら面白いかもしれませんね。早速アルディさん家のお庭に生えていた赤いプラントをテラリウムに入れて、お持ち帰りしない予定だったヴァンパイアクラブをオスメス2匹ずつお持ち帰りしたということで、テラリウムに1匹ずつ導入するわけなんであります。言ってることちょっと違いますけど、2匹ずつですよね。まあよく考えてみると、こんな小さいカニを何にもポイントがない山の中で探すっていうのはほぼ無理ゲーかもしれませんね。まあ無理ゲーの使い方は合ってると思うんですけど、とにかく労力に対して成果が伴わない、まあそんなこともあって、脱皮や交尾あるいは水分補給のために水辺に寄ってきたヴァンパイアクラブを石をどかしたりして捕まえた方が簡単ですからね。まあそんなわけで山の中にもうろうろしてるんでしょうけど、そういったものよりも集まってるところで捕まえた方が効果的なので、今回のような状況になったと。まあそういったわけで、ざっくりと言ってそんな話だったわけなんであります。まあ本当によくわかんないこと言ってますけど、次参りましょう。バケツに入れてほっといたら溶けちゃいましたね。まあ、そんなわけで人んちの猫だってことが分かったので、そのままにしておくわけなんですけど、これがうちのニャンコ。まあ、そんなわけで今回も水草を使って楽しく遊ぶ、前回の反省すべきポイントをですね、多少なりとも改善しつつ、今回も直感のままにたくさんの水草を水槽内に追加していくわけなんですけど、さあというわけで、以前から言ってますけど、このヴァンパイアクラブを取りに行った時に捕まえたエビなんですけど、持って帰ってきた時に卵を持っていることが分かったので、どうなるかなと思っていたら血エビが生まれたわけなんであります。これ 3.5 センチぐらいなんですけど、この大きさでこの見かけ、そして幼生の段階を飛ばして親と同じ形のチエビから始まるという、そんなエビはいませんかってことで一生懸命検索したんですけど、ちょっと今回はギブアップですね。まあそんなわけで、またこういった水草を使って水槽を華やかなものにしたいということで、また別の水槽をいじるわけなんですけど、これはですね、スペースの空いていた水槽にとりあえず入れてるわけなんですけど、前回はバケツに入れて暗いところに置いていたってことで失敗していますからね、葉っぱが落ちたり溶けたりしたわけなんですけど、まあそんなわけで今回は最初から光を思いっきり当ててやろうと、まあそんな風にしたんですけど、今回はですね、その効果がありすぎて一部の水草が成長してしまって使えなくなってしまったわけなんであります。もう完全に花束みたいになってしまって、これはこれでいいわけなんですけど、今回の30センチキューブ水槽にはちょっとフィットしないというか、入れるスペースがないわけなんであります。ただ問題なのは、赤系の水草というのはその赤みを帯びた色をキープするっていうのが簡単ではないというか、強い光の中で光合成をさせないと赤い色は維持できないわけなんであります。例えばこのブロメリアなんですけど、室内に置いてしまうとこんな感じで赤が抜けてしまうことがあるみたいなんですね。というわけで、水中でも同じように植物が赤くなるということは、かなり強い光の中で光合成をする必要があるわけなんですけど、当然そのかなりの光合成をするにあたって水槽内では二酸化炭素の添加が必要になってくるわけなんですけど、そういった環境でない場合は赤系の色だった水草も時間とともにこのようにほとんど全部緑といった感じになってしまうわけなんであります。いろいろと最終的な構図をですね、想像しながら置いていくんですけど、この赤系の水草っていうのは基本的に目立ちすぎてはいけないような気がします。少し高さが足りませんけど、もう一つ赤系のものを後ろに配置、タイガーロータス、そんなものを素直に入手してみたわけなんですけど、なんかボロ切れみたいでちょっと状態があまり良くないんですけど、これから良くなっていくんでしょうか。まあそれでもやっちゃい日産って感じで、やはり後ろの方に配置、今後の変化と活躍を期待したい、そんな感じなんですけど、さあここからはですね、気に入らないものを外していく、これをすることによって状況が改善して、なんとなくレイアウトが落ち着いてくるわけなんであります。いらないと思ったものを取り除くと、本来見えるはずだったものが前に出てくる、そんな効果があったりすることがあるわけなんであります。テラリウムの作り方が良かったんだと思いますけどね。さあそんなわけで、カニテラリウムなんですけど、なんと繁殖を確認したっていう、そういう話なんであります。これ穴の中に入っているのが推定お母さんなんですけど、この穴がいっぱい開いている素材は何かっていうと、アリ塚なんですね。要は土壌に作られるシロアリの巣なんですけど、こんな感じでカニにとっては隠れるところがいっぱいあるので、とってもいいんじゃないかなと思っているわけなんであります。続きましてはカニのお父さん。やはりお父さんっていうのは気持ちに余裕がないとダメですね。というわけで、この赤いやつは繁殖とは全く関係ないわけなんでありますけど、むしろ小ガニにとっては天敵ってことで、テラリウム立ち上げの時に入れるべきではなかったなと、今となってはそのように思うわけなんですけど、やはり赤系の色はいいですね。まあこれからも他のヴァンパイアクラブとうまくすれ違っていただきたいと、目が合った合わないとかで揉めないでいただきたいわけなんであります。
まあそんなわけで前置きが長くなりましたが、見えますでしょうか。テラリウムで繁殖した小ガニの足が見えているわけなんであります。出てきましたね。水滴に驚くなかれカニ小僧。まあ遺産相続で揉めてる人たちを見ると、兄弟に、まあ自分のチャンネルなんで好きなように喋ってますけど、小ガニの兄弟ってことで口長が2ミリぐらいのものがこのテラリウム内に発生したんですね。お父さんの話でした。まあそんなわけでこんな小さいものを割と上手に撮影できたわけなんですけど、このガラスのテーブルの上にチエビの入ったプラケースを置いてですね、もののけ兄さんが寝っ転がってこのガラステーブルの下から撮影したわけなんであります。これは先ほどのチエビの2ヶ月後の姿、マクロブラチウムピリマニス、そんな風に書いていますけど、ネットで散々調べた結果ですね、それじゃないかなと。見ていただきたいわけなんですけど、プラケースの下から撮影してるってことで、今ご覧いただいている映像はエビの背中ではなくて腹側から撮影したものなんであります。成長するとこんな感じの立派な3センチのエビになるわけなんであります。もっと大きくなるかもしれませんね。もののけ兄さんアクアリウムチャンネル東南アジア編は来月をもって終了となります。というわけで7月末にインドネシアから日本に戻ってきたんですね。8月からは日本編がスタートするわけなんですけど、まあ、そんな感じで動画を作れない期間があって若干の空白の期間があったんですね。定期の投稿となる可能性があるわけなんであります。この後ですね、帰国してからインドネシアで撮った撮影分を編集したんですね。先日のライブ配信ではもののけ兄さんのつけているお面が怖いという意見をですね、まあ編集したものをアップする時間がなかったってことで、こんな感じでライブ配信もやりましたね。まあライブ配信後は必ずチャンネル登録者が減ると常に進化してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ズバリですね、ねじってねじってゴムで止める。さて今回も東南アジア編をまだ引きずっていますけど、今ご覧いただいているシクリット水槽、この120センチ水槽の撤去にかかる一部始終をご覧いただきたいと思います。これ端から切ってしまえばいいわけなんですけど、後で掃除をするのが大変ということもあって植物の茎を1本ずつ切っています。次は魚を水槽の外に出す工程なんですけど、猫にチャオチュールをあげるみたいに少し大きめの爬虫類の餌をダイレクトに与えてみるわけなんであります。というわけでこのアフリカンシクリット水槽を引き取っていただくことになったタヒールさんが到着したってことで、水槽から魚を取り出す作業が始まっています。魚は手で触らない方がいいと言われていますけど、触る手が魚と同じぐらいの温度であればどのぐらいの強さで触っているのか、そういった感覚も直接わかるということで、こんな状況の時には有効なのかなと思いますけど、網の中で魚が自由に暴れたりするとヒレが網に引っかかったりして普段曲がらない角度になったり、そういった状態の方が魚にとってはストレスかもしれませんからね。So this time we cannot put any oxygen in the plastic bag. この袋に水を3分の1ぐらい入れて空気をたくさん入れれば24時間は大丈夫だろうと小さな声でも自信を持って言っているわけなんであります。確かに日本ではこういった袋に入った状態での販売はあまり見ないですけど、インドネシアの熱帯魚市場ではほとんど全てが袋に入った状態で売られていますからね。そして熱帯魚が入っているどの袋を見ても水は袋の3分の1またはそれ以下、そこに酸素を入れて風船のように膨らました状態なんですね。こんな感じでなるべく空気が入るように袋を閉じるわけなんですけど、タヒールさんさすが上手ですね。袋の口をねじるように折り曲げて、そこにゴムを固く巻く、なんとなくそれがポイントのような気がします。というわけで6匹半分パッキングが終わったわけなんですけど、これから熱帯魚を移動する必要のある方はこの通りにしていただければうまくパッキングができるかと思います。ねじってねじって曲げる、曲げた上からゴムを巻く、こうすることによって水や空気が漏れないわけなんであります。さあシクリット水槽運搬のためにタヒールさんが手配した運送業者の2人組が来て頑張ってますけど、この水槽すごい重いはずなんですけどちょっと心配ですね。この正義の方が弱そうなんですけど、ちょっと危なかったわけなんであります。この後もののけ兄さんがレスキューに行きました。その後も正義 T シャツは頑張っていましたけど、ヘナチョコ感がありますね。ぶつけるんじゃないよ。というわけで水槽台、石と砂もこの車でタヒールさんのところに行くわけなんであります。というわけで120センチアフリカンシクリット水槽の撤去作業が終わったわけなんですけど、ぽっかりと穴が開いたっていうのはこんな感じなんですかね。水槽ないね、どこ行っちゃった。マングローブガサガサなんてなかなかできないですよね。
東南アジア編最後の動画ですね。というわけで今回は東南アジア編の最終回として、この汽水水槽にあったマングローブを植林してきたという、そんなイベントも含めてですね、マングローブの生い茂る汽水域で最後のお魚取り、家からマングローブ持ってきたんで植えたいんですけどって言ったら、どこでもいいよって言われたんで、良さそうな場所を探しているわけなんであります。足場が悪いところなんで降りて作業をするだけでもやった感じになってしまうんですけど、ちなみに満潮になるとこの辺は若干水の中になる予定なんであります。この後ここには二度と来ることがないということで、植林したマングローブのその後の成長が確認できない状況なんですけど、育ってくれたらいいなと思う気持ちはあるわけなんであります。日本だとこういうトラップ系っていうのはほぼほぼ禁止されてるみたいですね。まあ自治体によっても違うということなんですけど、ペットボトルで作ったトラップなんかもダメだったりするわけなんですけど、日本にいる間はそういったことを事前に確認してからいろいろやっていかなければならないわけなんであります。というわけでトラップを仕掛けて待っている間に、のんきそうに水面を泳いでいる子持ちサヨリを釣るわけなんであります。先月に小本島付近で釣ったものと同じ種類の子持ちサヨリですかね。これがシシャモだったらよかったんですけど、白なんかあげるだけで普通に楽しいんですけど、まあ今頃なんですけどもっとやっとけばよかったですね。日本でマングローブガサガサとかできないですからね。まあそんな感じでうまそうなエビが結構な量入ったわけなんですけど、これも食べとけばよかったってそんなことを思ってるんですけど、素揚げにしたら間違いなく美味しそうなんであります。もうそんなことを言ってると手長エビなんて食べ物にしか見えないわけなんであります。これはなんだっけ、クレイジーゴビー。こっち側のトラップはどうなったでしょうか。カニカニカニ、おお、カニ入った、カニ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 、同じじゃないのか、あ、違うね。ちょっと分かりにくい映像なんですけど、カワアナゴのような魚ですね。あ、魚も入ってる。ノコギリハゼがいっぱい取れたね。ノコギリハゼです。そう、これが本当のラスト。なんか入ってますかね。あ、またこの謎のハゼが取れたわけなんですけど、お家に持って帰って観察したかったですね。それができないのでこの現場で観察しようってことなんですけど、お父さん、その種類は何なの。これなんだろうね。この緑のキラキラが入っている今回初めて見たハゼ、これはですね、どうやらキララハゼというものらしいんですね。緑の点があるので Google でグリーンスポッテッドゴビーと検索したら一発でヒット。これはノコギリハゼちゃんですかね。顔だけだとちょっと分かりにくい。というわけでこれがキララハゼの顔なんですけど、グリーンスポッテッドゴビー、キララハゼなんであります。バイバイ。スピノサウルスみたいな魚。まあそうだね。というわけでこの後日本編が始まるわけなんですけど、インドネシア編ちょっと面白かったですね。まあ今後もですね、どこに行っても楽しくやっていきたいと思ってますけど、このチャンネルは何が起こるか分かりませんからね、いろんなことを楽しみにしていただければいいなと思ってますけど、とりあえず次回はですね、今回の続き、8月以降の日本編を振り返ってみたいと、そんなところから始まりますけど、とにかく皆さん良いお年をってことで、また来年お会いしましょう。もののけ兄さんアクアリウムチャンネルでした。